皆さんこんにちは。香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。このビデオは第27課4番ですね、みんなの日本語、大がてやっぷんゆだじゃだるゆ、ね、の、27課の、4番です。とこれはしかですね、しかを勉強します。皆さんはとだけね、だけを知っていますね。でだけ、自由ね、あ、自由ね、オンリーね、のだけですね。だけとしかは同じ意味で、same meaning ね、使い方、the usage ね、how to use、and also kind of nuance, feeling is different ね。例えばね、しかはいつも後ろは否定形です。しか always have ね、negative form behind。And then, because we use negative form, so meaning is also kind of negative ですね。Negative meaning. So, 例えば、そうですね。この絵を見てください。これね、これはカップですね。で、カップに水が少しあります。ね、カップに水が少しあります。これは、まあ、quite, ニュートラルというか、ポジティブ way。ニュートラルかな。でこれネガティブですよね。の水が少しあります、ね、水が少しあります。I have little water or I have some water、ね、I have a little water、 水が少しあります。我要滴要少少水ですかね。我有一点点水。で次は水が少しだけある。だけは only ですから、ここちょっと slightly negative ね。 I just have a little water ね。我有なんか只有一点点水ね。そしてこちらですね、これはちょっと looks kind of negative ね。嬉しくないですね。少ないと思います。 I think it's very little。 あと不満です。不満って not satisfied ね、but moon ね、不太満意だ、状態ね。そう、わあね、なましゃ、もう、that's so little, only a little. I want more. もっと飲みたい、もっと欲しいです。これ、水が少ししかありません。ね、しかにネガティブのないですね。水が少ししかありません。So, no, the situation ね、状況は同じです。状態是一样だ。但是なんか可以用、まあ、没有だけ、ね、有だけ、それから、使用、しか、プラス否定だ、ね、と良い点で感じは不一样、ね、感じが違います。これを勉強しましょう。今日このしかネガティブないですね。例文を見ます。と例文は、昨日4時間しか寝ませんでした。そう、4時間しか寝ませんでした。そう、後ろはネガティブですね。そう、 I only slept 4 hours ね。我只是睡了四个小时ね、翻的成果状態で、これはとても少ないですね。 so little で、私はもっと寝たかったです。 I wanted to sleep longer or maybe I feel so sleepy、 とても眠いです。4時間しか寝ませんでした。で次は、ひらがなしかわかりません、ね、ひらがなしかわかりません。このしかの後ろはネガティブね、ファオディンね。で、ひらがなしかわかりませんは、日本語はひらがな、何がありますかね、文字ね、キャラクターです。ひらがな、カタカナ、漢字、それからローマ字、ね、ローマナイゼーションもありますよね。で、この人は、I only understand ひらがな。で、ひらがなだけですから、ちょっと足りません。It's not enough ね。もっと分からなければなりません。Must know more characters。これ、expressing ね。I'm not good enough ね。不怠慢いいね。Not satisfied。ひらがなしか分かりません。次、今年は少ししか、これですね。少ししか雪が降らなかった。降らないよね。これね。降らなかった。ここネガティブね。で、It snowed so little this year. 私はスキーが好きですから、
とたくさん雪が降った方がいいです。もっと雪があったらスキーができました。で If it snowed much more or, ね、or more than this I could ski But it only snowed little、ね、雪がとても少ないです。良くないと思います、ね、I think it's not enoughOr I want more snow、ね、でこれしかなかったです。今年は少ししか雪が降らなかったです、降りませんでしたです、ね、このしかはだけと同じ意味ですよね。しかとだけは same meaning 同じ意味ですが、としかは we can express、ね、not really happy not enough のこのフィーリングです。とても大切ですね。例えばそうですね、うん、例えばすいません急いでください Please hurry up because we only have 10 minutes 10分しかありませんから急いでください、ね、10分しかありませんから急いでください。それからそうですね、私の家の近く、ね、私の家の近くに大きいスーパーがありませんね、私は大きいスーパーが欲しいです。で I say、ah, There is a only very small convenience store near my home、ね、私のうちの近くにとても小さいコンビニしかありませんから不便です、ね、小さいコンビニしかありませんから不便です。あと例えばね、お金でもいいかな。例えば、うん、私はそうですね、ペンね、私は、ペンを買いたいです。でも I only have maybe like 50 yen、ね、50円しかありません。50円しかありませんからペンを買うことができません、ね、50円しかありませんからペンを買うことができません、ね、のこのパターンいつもこの、ね、イメージね、なんかちょっと残念なイメージとか嬉しくないイメージ、もっと欲しいよね、もっと必要だという気持ちが入っています。じゃあこれをできたらね、チャンスがあったらだけじゃなくてしかネガティブも使ってみてください。では次のビデオはなんかね、彼のねコンパリズンかな、比較ね、ベイガオハ、kind of ね、例えば、I have red pens ね、ね、but I don't have, for example, black pen. I don't have it. I have red ね。で、赤いペンはありますが、黒いペンはありませんとか、I like chocolate, but I don't really like maybe cheesecake. チョコレートは好きですが、チーズケーキは好きじゃありません。このわがわのパターンを一緒に勉強しましょう。じゃあ次のビデオ待っていてくださいね。次の授業で会いましょう。どうもありがとうございました。バイバイ。